あれあれこんばんは。あれおはようございますってか、こんばんは。どうしました、どうした、今日すごいですね、ここどこすていうか、え、なんすかそれ、なんか何ですか、頭の上、なんか、はい、何ですか、これうん、これライト、ライト、これライト、これもライト、すっげえライトじゃないですか、うん、ライト、これ両方ライト、今日はあ、眩しい。すごいですね、その懐中電灯。すごいでしょ、光量が。上まで行かないわ。今日はなんとね、あら今日はなんとというか、はい、まあほぼ毎日行ってる、息子たちと一緒に行ってる、うん、カブトムシ取りを。おお、ここマジ取れるから、やば。よし行こう、探し行こう。もうちょっと、ママちゃん、え、無理、ママ運動神経悪いじゃん。あ、なんか人いるよ、もしかして取りに来たんかな。違うな、違う、プロじゃない、あれでも。いや、あれは、セミの抜け殻を取りに来てる。嘘でしょ、そんな人もいるの。いるんだ、いろんな人がいる。この木とかにもいたりするから。あと地面の巣ですよ。あ、これクワガタじゃない、違うか、違うね、これ違う、違う、すごいでしょ、違うわ。今のところ見つかってない。それクヌギの木。嘘、これクヌギの木なんだ。クヌギが好きなんでしょ、カブトムシ。クヌギと桜。いやこれね、ピンクと意外と大人も楽しめるよね。うんうん、面白いよね。うん、これ買います。いや、あれなら逆に、なんかあれなら逆に、え、ああいう、こう公園の中にある街灯の下とかにはいないんですか。いないんですよね。あ、そうなんだ。もう木のところにしかいない。あ、なんかいた。ん、あ、いた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 。あ、これあれだ、カナブンだ、カナブン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 、ブラック、カナブン、ブラック、カナブン、ブラックです、これが。あとね、あれよ、セミの羽化する寸前とかも見れるから。そう、すごいなんかいいんだよ。あ、セミでした。これ羽化したばっかじゃない？お、ちょっと緑じゃない、まだ。あ、ねえねえ、これ取りたい。どれ？え、セミ？セミさん？貸して。セミはダメよ、セミはダメ。なんでセミ？セミはダメ。セミはダメ。ミンミンだよ、ダメ。やめなさい。これいっぱいいるじゃん。まあ、見て。これももう出てきてる、出てあった、出てあった。どれどれどれ、待って、見して。おお、どれ、見して見して。それ何、セミの抜け殻。え、セミの抜け殻、セミの抜け殻、それ、うん、すごいね。ほらあれ、次男坊初登場じゃない。確かに、こんばんは。は YouTube 出たいって言ってたじゃん。みんなみーいた、いた、いない。若い頃ってギャル時代カブトムシなんか触れたんですか。無理に決まってんだろ、普通に。すげえ、絶対触れないよ。虫取りに行こうっていう発想すらないですよね、もちろん。虫取りは絶対に行かないという発想しかない。変わりました、私。しかもそっか、女兄弟だし余計ないですもんね、そんな習慣ね。ないです、ないです。変わりました。だって変わるね。まさかね、ほぼ頭にそんな懐中電灯をつけてね。わざわざ買ったんですよ。これのために。すげえ、やっぱ役に立ちました、それかなり。まあ、だいぶ、でももうだいぶ結構やられてんだろうな、いろいろ。もう取られちゃってますか。あ、取られてると。え、でも普通にこれ、嘘でしょ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 。痛い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 。ちょっと待って。ちょ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 。いるじゃん。あ、ここにもいる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 。ここにもいる、ここにもいる。メスいて、メスいて。どこ？これメスいて、こうす。すっごい。あ、これ赤。引っ掛かって死んでんな、これ。赤。取れるか？出ちゃん、出ちゃん取って。取れる。ちょ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 。取れる？いけ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 。いけ。あれ？ね、できない。っていうか早すぎなんだけど見つかるの。いけいけ。もうちょっと。これマジで仕込みでもなんでもなく、そうそうそう、ほら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 、飛んじゃう、飛んじゃう、
ママ取ったよ。ちょっと待って、ママ、ママ。ママ取る、ママ取る。取ったよ、これ取った。ね、ね、はい、ここ。これ上、上乗っけるか。ねえ、まだメスがいる。とりあえず。はい、これな、これな。これでかいぞ、これ。これママ行くよ。はい。ママ行きます。よいしょ。あ、来た。ママ掴めるんですね。ママ掴める。ね、僕、これ。僕これ飛んじゃうから。行くよ。メス。飛ぶからな。はい。こっち入れるぞ。メス。メスね、これ多分死んじゃってんじゃないかなと思うんだけど。全然いい、元気元気。あ、メスは飛んじゃうからすぐ飛ぶ。そうなの？すぐ飛ぶ。はい、こっち。はい、こっち。行くよ、行くよ、入れちゃうよ。うん。オッケー、収穫。ねえ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 。まず絶対いる、今日絶対いる。今日伊藤さん超いい日に来ました。うそ。はい。今、あ、いた。うそ、どこだ。うー、ほら、いたいた、上に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 いる。ほら、ほら、いたいた、見える？ほら。おー、いた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 。ほら、ほら、どうだ。すごいだろこれ。すごい。飛ぶね。でもオスだから多分飛ばないと思うけど。あ、来た来た来た。すごい。飛ばない飛ばない。そんないるの？面白くないですか？やばい。こんないるよ、いるよ、そこに。あ、いた。ちょっと待って。え？ね、あれ。メスいました。ね、え？もうね、靴を待って。靴を張りました。長女もいた。すごいでしょ、ほら、いたいたいた。りょうちゃん、持ってあげようか、ママ。そう、持って。あ、りょうちゃん、取った取った。早く。はい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 、早く、はいはい、虫かご。おいおい、でっかー。え、どれどれ。これ、今これ、次男坊が捕まえた、はい、ね、ちょっとライト貸して、はい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 、ここはね、入ってる、しかも超でけえ、これ。嘘。わー、飛ぶ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 、よし、大丈夫だよ。ここ照らしといて。はい、じゃあママ撮るよ。はい。うわ、でっかー。うわー、でっかかこれ。うわ、すげえ。てか、どこだっけ。目光ってるし。いや、怖い怖い。どうすればいい。これ怖い。これ大きくて怖い。怖い。じゃあ、大きい。じゃあ、パパ取って。俺取る。うん、下行ってくれ。あ、行け行け行け。あ、めっちゃ綺麗な。今日、兜の匂いすげえ。すごいね。兜の匂いがする。するんだって。ええ。わかんない、この匂い。取れた、うん、取れてない。何すごい。めっちゃすげえな。ねえねえねえ、どれどれどれ。うわ、気持ち悪い。車。いつ吸ってんな。でも開いてるよ。開いてる。え、これ他の木はないんですか。あ、気持ち悪い。あとね、そっちに1本ある。こその1本。ほい、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 ほら、いけた。ここはもうあんまりないな、蜜が出てないもん。あー、蜜が出てないよ。これでも、今日だけ取れるんじゃなくて、明日来たら明日も来るから、こうやって。明日もいるから。あ、見てみ、これ。あ、セミの抜け殻。セミの抜け殻がある。抜けたね。うん、抜けた。本当にね、自然をいっぱい感じられるんだよ。あんま遠出できないじゃない、やっぱ。確かに。ね、こういう風にスポットを見つけて。すごいでしょ。すごいね。これを、あれよ、うちだって小3の男の子にここが取れるんだって教えてもらって、へー。でみんなでここに来んのよ、こうやって。はい、疲れました。お疲れした。いや、すごいっすね。ちょっと想像、いや、ぶっちゃけ半信半疑というか、うん、言ってもいないんだろうなと思ってたけど。思ってた。計何匹？今日、1、2、5匹ぐらい取ったの。4、5匹ぐらい取れたか。うん、5匹は結構多い方ですか？1、結構多いけど、今戻ったら多分また出てきてるよ。はぁ、そう。すごいっすね。どん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 出てきて。そうなんですよね。で、朝になって明るくなる前に潜ってって、うんうんうん、繰り返しですから。でもすごいです、蚊に刺されまくって確かに。マジで体張ってるんで子供、子供ってすごいもううちには何匹いるか分かんないけど。でもまた返しに来るんですね。返しに来ます、また夏が終われば。いい、なんか夏休みのね。そうです、そうです、そうです。ありがとうございます。あ、早速あの愛用のね、そう、これポッケに入ってましたね、今日。すごいでしょ。刺されてない？大丈夫です。刺されてないの？よかった。刺されてるかもしれないけど。血液ある？いや、あるあるある。そんな感じで、はい、皆さん夏どうお過ごしでしょうか。まあ、いろいろね、行動の制限もあってなかなか思うように遊びに行けないと思いますが、こんな風に公園に来てカブトムシなんか探しに行ったりしても面白いです。お疲れです。どうした？チャンネル登録よろしくね。